せえ。バイパス沿いのファミレスだってよ。相手は下の連中が6人。オッケー、叩きのめしてやる。シュワー、この下手くせが。うるせえ。いらっしゃいませ。ああ、木村君、青木君。ああ、なんだてめえら。そいつうちの学校のものなんすよ。話してやってくれませんかね。お前らか、南に入った一年坊ってのは。でけえ面してるそうじゃねえか。なるほど、生意気な面してやがる。おう、仕方か。こら、進歩いじってんじゃねえよ。悪かった。謝ってんじゃねえか。やべえ、行くぞ青木。ああ、つらかんだよ。派手にやりすぎなんだよおめえは。足りねえよ。ありがとう。何かあったらまた呼べや。じゃな。何遍やれ、気がすんだ。うるせえ。6人をあっという間にやっちまったんだって。さすがだね。ここらで木村君と青木君に勝てるやつはいねえよ。無敵の。あ、北高の。いきなりやった。俺は南の青木ってもんだ。北の連中見つけたら片っ端から締めることにしたからよ。学校の連中に気合い入れとけって伝えとけ。相変わらず言っちゃってる。あの速攻かまされちゃ誰だってたまんねえよ。おい、立つぞあいつ。おお、やるか。でけえ。いや違う、すっぽ抜けたんだ。その証拠に自分もダメージを受けている。嘘だろ。吹かさないでって言ってるでしょ。うっせえや。あ、いらっしゃい。達也の友達かい。し、数集めやがって。綺麗な花だ。そうだろう。それは秋に咲く。何してんだい。うるせえ。てめえら、それじゃ座れ。お騒がせしてすみません。申し訳ありません。大丈夫、木村さん。ああ、もう、はい。あいつら、全員。やめようぜ、仕返しなんて。やってやられての繰り返しになるの目に見えてるよ。それに、二人とも喧嘩できる状態じゃないよ。いいのかよ、舐められっぱなしで。そんなにやりてえならよ、二人だけで行ってくれよ。てめえ、根性ねえこと言えやって。ほら、貴様ら、何をやっとるか。望み通りやめてやるよ。見らんねえよ、こんなとこ。何が自主的にだ、腐ったれ。あ、マサル、あの
虫の好かねえ女だと思ってたぜ。なんじゃそりゃ。あんな女バシッとやってやりゃよかったんだよ。惚れてたんだ。いい女だから自慢でさ。だけどあいつ美人だからどうしても緊張しちまっていつも何にもできなくて。次から緊張しない程度の女を選ぶんだな。でこれからどうすんよ。後先考えろっつったくせに退学だぜ。とりあえず暴れに行くわ。あれだけのことやられちゃ収まりがつかねえ。勝ち負けは二の次だ。腹渡煮えくり返ってんだからよ。同感だ。俺もあの化け物見つけ出して息の根止めてやる。このまま引っ込む。南の青木と木村だ。覚えのあるやつは出てこい。そりゃ確認してんだよ。出てこねえならこっちから行くぞ。早く死ねえな俺。お前やったやつは見当たんねえ。めんどくせえ。片っ端からやんぞ。何やってんだあの人は。よ、宮田、待たせたな。遅いよ高村さん。何か問題を起こさなかったでしょうね。退学届出しに行っただけだぜ。必ず一悶着起こすからって会長にお目付け役頼まれたんだよね。心配性だなあのジジイも。立つ鳥野党を濁さず綺麗さっぱりやめてきたぜ。これでプロ一本に絞れますね。ん？何かな。高村さん会長待ってるぜ。いいじゃんかよ少しぐらい。この早くジムに行こうよ。ああ大勢で二人を袋かよ。にしても寝っ転がってるの全部あの二人がやったのか。エネルギー余ってんだな。もったいね。ああお前消えせんの。なんだよ捨てもんじゃねえ。高村君。高村知り合いなんすか。知り合いっていうほどのもんじゃねえな。うわ、すみませんでした。知り合いって知らなかったから。こいつが悪いんですよ。まどっちが悪くてもいいけどよ。そのくらいでやめとけ。失礼しました。もう気が済みましたから。行こう高村さん。ああ待てよ冗談じゃねえぞ。助けたつもりでいい気になってんのか。ああついさっき俺たちは学校クビになってよ。喧嘩も途中でしまいかよ。ん何もかも半端じゃ。しゃれなんねえだよ。俺の相手だ。会いたかったぜ。おめえに会いたかったんだ。ぶちのめしてやるからよ。もう勘弁してよ高村さん。立つ鳥跡を濁さないんだろ。濁す。はあ、喧嘩に拳は使わねえととりあえず決めていたんだがな。特別だ。本気出してやっからよ。死んでも文句言うな。体つきが半端じゃねえ。こいつ何か格闘技やってやがる。ボクサーさ。付け加えるなら2002勝 2KO のプロボクサーだから喧嘩には拳を封印してたんだ。プロボクサー面白い。高村さん、なんでこんな無意味なことに拳使わなきゃならないのさ。俺立場上止めなきゃなんねえんだけど。こいつらは欲求不満なのさ。中途半端に物事できちまうから死に物狂いで何かしようなんて思わねえ。目標もなくいつも宙ぶらりんや。思いっきり相手してやるやつが必要なんだ。ただのチンピラだろ。俺にはこいつらの気持ちがよくわかる。さっきパンチ野郎がチンポいじってただろ。それが昔俺様も毎日いじってたのよ。バカ野郎。行くぞ。
左で丁寧に距離を測られて右ストレート、カウント取るまでもないね。確かにボクシングは立ち技最強の格闘技の一つだ。さあ弱点、こんなんどうよ。すべてに世の中には化け物みたいに強えやつが。ああ、あいつ逃げてった連中とは無関係のようだな。もうやめにするか。とりあえず暴れたし、北の連中とはもうやめだ。だけどあいつだけは特別だ。怠慢で二度も負けて引っ込みつくかよ。レベルが違うぞ。一発でいいんだ。野郎の顔面に一発でもぶち込めれば、それまでは何十回でも何百回でも勝負してやるぜ。そうだな。こうなりゃ意地だ。ああ。